芝田とともにレオ、スタートしました。わずかに好ダッシュ、1番スノーピーコック、8番の銀座ターゲットは少し遅れました。さあ先行争い、4番黄金の空出ていきますが、連れて5番の佐野のミッキーも上がっていって、佐野のミッキー先頭です。ジャンルが外から今2番手に上がりました。あとは外9番サニーアール3番手、そしてその直後7番キャットファイト、内に4番の黄金の空、残り 1200m を通過しています。あとは銀座ターゲット、そしてミッキーアプローズ、内に1番のスノーピーコック、最後方2番サザンレーブレ、外回りコース3コーナーカーブ 1000m を通過しています。先頭は逃げる5番佐野のミッキー、3、4コーナー中間です。リードが2馬身、2番手6番ジャンルです。残り 800m 今通過、内3番手4番黄金の空、そして外から9番サニーアールも差を詰めて4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいます。先頭は逃げている5番佐野のミッキー、残り 600m を通過、並んでくる6番のジャンルです。そして外からは8枠2頭サニーアール、銀座ターゲット差を詰めてきます。その直後には4番の黄金の空の体勢で、残り 400m 今通過します。さあ前は6番ジャンル、ジャンルに先頭が変わったか、並んでいるサニーアール銀座ターゲット、そして内をついて4番黄金の空、差を詰めてくる 200m を通過した。さらには間から7番キャットファイト、キャットファイト、キャットファイトが先頭に変わる。外から3番ミッキーアプローズも差を詰めてくる。内は4番黄金の空、抜けたキャットファイト、先頭ゴールイン。2番手4番黄金の空、3番ミッキーアプローズが3番手のようです。勝ち時計1分34秒後、7番キャットファイト、